皆さんこんにちは。アルビレックス新潟背番号23番の小見雄太です。8月6日土曜日18時キックオフ、徳島ヴォルティス戦の市町村デーは柏崎市出雲崎マッチデーとして開催されます。今日来たのはその中の一つ柏崎市ですが、僕のお友達にも来てもらいました。久しぶりエチゴン。今日は、久々にエチゴンとも会うことができましたが、そんなエチゴンに、こちらのユーミンさんを紹介してもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。背番号24番ゴールキーパーの関口拓也です。僕も一緒にお供したいと思います。店内さんとかにこだわったものを安くこう入れていただいて、もう人気で、今日は何々ないのとかって言って買いに来るお客さんも、この野菜目当てに来てくださるお客さんもいますね。こちら、いちごのグッズが取り揃えてあるんです。いちごのグッズあります、あります。はい。で、こちらはちょっと特別にこれからある7月26日花火をイメージした花火マグカップですとか、柏崎が大丈夫を PR していて、柏崎が新潟県内でも鯛が上がる優秀な漁港があるということで、鯛めしとかって今まであって高級感があったんですけど、手軽に食べていただけるグルメということで鯛茶漬けをおすすめしてたんですが、本当に程よく酸味が効いていて、夏にはいいですね。特に食欲が湧かない時とかも多いんで、運動なんとか、そういう時にこういうさっぱりしたもんならガツガツいけます。なるほど、そんなところがあるのか。それでは行ってみよう。せーの、はい、次は柏崎アクアパークに着きました。早速中を見学しに行きたいと思います。行きます。行ってきます。昭和39年でしたっけ、日本で新潟国体1巡目の。それで水球の競技もあったんで、だったら水球やらなきゃいけないっていうので、白浜矢が当たったのが柏なんで、ここで水球の競技やってっていうので、それが始まりで、水球じゃあここでやりましょう。だから、その遡って4年ぐらい前から始めてるんで、60年近くなんですかね、はい、の歴史が一番、それも全国的にも結構古い方で、
結構ソーセージから柏崎が水球をさせてもらってるんです。日本に水球ってものが文化が入ってきてたので、ただこうキーパーに興味があります。ああなるほど。僕が日本代表だからどうやってボールにこう飛びついていってるのかな、あの足が浮いてる状態で。そうですね、なんかあのゴールは幅が3メーターの、はい、高さが1.5だったかな、スタンスは、はい、でもちろん、ね、サッカーゴールより全然小さいんですけど、やっぱり動けないから、ね、僕ら結構こうボールやっぱ振られちゃうと、うん、あのなかなかキーパーついていけないんですけど、足をしっかり巻いて、はい、飛びついていく感じですね。で一番これもまあ諸説あると思うんですけど、あのシュートのこういうボールがっていうその球技の中でなんかシュートバリエーションが水球が一番多いというのか、まあ、話を聞いたことあるんですけど、まあ、そして今のパス見てる感じの跳ね方が全然違ってそうかな、ね、はい、あと多分サッカーより僕らループシュートが有効的だったりとか、はい、追いつかないですよね。はい、試合の PR もしてもらいつつ、うん、安全運転もしてもらいつつみたいな。なるほど。いやー、これは嬉しいですね。ゴミです。これは頑張らない。ウェブサイトを見た瞬間に、もう笑っちゃいましたね、正直。あ、これやろうと思って、話のネタにもなるし、まあ、アウェーに行くときもこれで移動してば、面白い、あれ行きますんで。うん、これでいろんなとこ走れば目立つし、まあね、特に安全運転になるっていうのも、ね、おっしゃる通りで、ね、これで危ない運転なんて絶対できっこないんで、まあ、その点もいいかなと思いまして、はい、今回参加してみようと思いました。柏崎地区の、まあ、今日来ていただいてますけど柏崎地区の担当ということで、選手の中から、まあ、柏崎に行って柏崎市内走るんで、まあ、その選手の中から選ぼうと思ったときに、今、まあ、覚醒間近といいますか、まあ、活躍が大いに期待される小見選手を今回は選ばせていただきました。初ですよ、車のボディにサインを書いたの。意外と書きやすいですよ。安全運転でよろしくお願いします。わ、はい、かりました。8月6日土曜日18時キックオフ徳島ボルジス戦、僕もエチゴンもセグさんも高木豊さんも殿下ビッグスワンスタジアムで待ってます。ぜひ来てください。